かエピソード的なことってスーパーのなんか中も入ってたでしたの？コンビニですね、うん、ローソンの中に、うんうんうん、この大学の付近にローソンがあるんですけど、うんうん、翔之助が入学してもう半年以上経つんですが、まだ1回も行ったことないっていうことで、うん、1回も行ったことないんや。そうか、で、じゃあ入ってみようかということになりまして、まあ、ローソン入ってみようって思ったのはまずいいんですけど、このローソンに入るまでのまず軽いちょっと坂がありまして、まず その時点で車椅子をグーッと押して、で中に入って、でやっぱり陳列が結構狭いので、あの物とかが置かれてて通れなかったりしたんですけど、やっぱそこは店員さんがパッて来てくれてすぐどかしてくれたりとかはしました。うん、そうなんね。やっぱり高い棚とか、うん、手が届かないようなそういうことだってあると思うんですけど、その辺、うん、しゅうかさんとかどう？そうですね、うん、私は一人で外出することがよくあるんですけど、うん、いろんなところに行くんですが、やっぱスーパーとか本屋さんとか、目線よりも2段上ぐらいの高さだとギリギリ手を伸ばして届くか届かないかぐらいの高さなんですけど、やっぱ忙しい時って店員さんはレジにしかいなかったりとか、なかなか近くで見つからなかったり、レジが混雑してたりすると声かけをしにくい部分があるので、もうそういうところはやっぱり自分で取ろうということになって、この車椅子の肘を置くところがあるんですけど、そこにお尻を乗せて弾みをつけて手を伸ばしてポンって取ることがよくあるんですけど、周りからは少し危ないと言われるんですけど、もうこれ小学生とか小さい頃からよくやっていてチャレンジャー、もう自分で動くことが割とやっぱりね、車椅子だからといって家にはずっといたくないっていう気持ちは常に持っていたので、いろんなところに行くので、そういう自分の中で試行錯誤をしながらやっていったり、さっき言っていた車道側に車椅子が流されるっていうことも、自宅近くのコンビニに行こうと したりするときに、この歩道の平坦な道のりのところに車が止まっていて、どうしてもこの坂からじゃないと通れないってなった時にすっごく怖かったんですけど、もう自分の腕の力とあれを、まあそうですね、腕の力とあと腹筋とで体を前に行かないように保って行動することもよくありますし、やっぱり学校から一人で帰ることもあるんですけど、その時も怖いなって思いながらいつも行くんですけど、もうちょっと道が整備されてもらえると嬉しいなとは思います。なんか試行錯誤という話と、でもそれでもやっぱりいつも怖い、この命だけなんだなっていうのは思いましたけど、青くんずっとそのマイクのね補助してくれてありがとうね。で、青くんとかもやっぱりスーパーとかでやっぱりこう物が取りにくかったりすることがあると、そんなことってあるのかな。高いところ、高いところ、うん、手がって、うん、だいたい目線ぐらいまではなんとか、やっぱり上がに手が上がらなかったとかたまにありまして、握ったりする掴んだりするのっていうのはまあなんとかなるのかな、商品取るときに、うん、なんとかなりますね。だいたい自分、買い物だって言ったら、コンビニですね、よく一人で行くのは、おじじいとか、パンとか、だいたいコンビニで、スーパーより一人で行く場合はコンビニが多いですね。なるほどね。近いからっていうことは。みんな結構 いろいろこのコンビニとか普段使うところが、まあやっぱり見えない、そのバリアが隠れてたりするんですけども、例えばバス通学する学生も多いと思うんで、バスなんかどうですかね。
バスのこと喋るし、はい、あ、じゃあ青くんどうぞ。普通は、普通のバスを使ってやってるんですが、本当は個人的に日本手がいろんな人に使いやすい、やっぱり日本手はもっと導入すべきだなと自分は考えてます、なんか学校とか大学とか特別支援学校とかなどを通る場合のバスをまず日本手にするべきじゃないかと、あと福祉施設とか、大きい道を通るバスを日本手よりかは通常大学とか福祉施設とか特別支援学校などのところを通った方が需要はあると思うからと思う。誰もが使いやすいっていう観点からすると、あれバスって、まあ青くんとかはこう歩いて登れるケースでもやっぱり厳しいケースもあると思うんですけども、車椅子の場合だったらなかなかそのリフトもないような中で、まあその乗るのは大変だと思うんですけども、バスとか使ったりしてるかな。そうですね、どうやってる？も使いますし、そうですね、まあお家から学校に行くときにバスをよく利用するんですけど、運転手さんがあの坂道をこう出してきてくれて乗せてくれて、あの動かないように固定してくれたりするんですけど、やっぱり時間帯が学校に行く時間帯と合わなかったりして、あの毎日このノンステップバスっていうのは、あの何時に来るっていうのが本数が少ないので、なんか毎日変わるらしくって、それであの、まあ、9時に間に合うように学校に行きたいんだけど、6時台にしかノンステップバスが通ってなくて、もうやっぱり歩いていくとなると上り坂でちょっときつかったりするので、もうタクシーを使うとか、やっぱ時間帯の問題がもうちょっと、まあ、融通が効くようになればいいなということが、まあ、台数を増やしていってもらえれば一番助かるなとは思っています。調査団のメンバーでバスのことも取材はしたのかな。そうですね、調査隊としてではないんですけど、まあ、とある新聞社にちょっとインターンシップで、参加したときに、このバス会社と、その障害の方々の施設で働いている方々が一緒になって、車椅子の方々とこのバスの運転手が研修するっていう現場をちょっと取材させていただきました。その時におっしゃってたのが、やっぱ新人のバスの運転手の方は必ず1回は研修を受けて、でそれから運転すると。その時にやっぱりそういうつながりとかが見えてきて、この障害のある方と顔見知りになって、よりバス乗る時に、ね、顔見知りだったら会話とかも弾むじゃないですか。それで乗りやすくなったりっていうのは工夫してるってはおっしゃってました。なんかやっぱりバスもその運転手さんがその車椅子を引っ張り上げてくれたりとかいうことで、この一人でいろいろなさったりする、そのためやっぱり研修をしたり、そういうこと、もう一つはやっぱりお客さんとコミュニケーションが取れないとなかなか難しいと思うんですよね。そういうやっぱり声を掛け合うっていうようなことが非常に大事になってくるのかなと思うんですけどね。なんかその辺聞いたりしました？そうですね、まあ、私が取材したバス会社は、まあ、本当月1ぐらいでかなりの頻度でやってまして、結構この交流することによってやっぱ全然変わるっていうことを、はい、やっぱり交流なんですね。この利用者、このバスの利用をしている障害のある方が直接おっしゃってて、この研修を通して、このバスの運転手と顔見知りになって、次乗った時に、まあ、会話してくれたりとか、どこまで行くのとか、じゃあ近くで降ろそうねって言ってくれたりとか、やっぱそういうのが、このつながりがあることによって生まれるんじゃないかなっていうのは感じました。なるほど。一番最初でも話出ましたけども、一声かけたら、例えば障害を持っている人たちの側から、何か声を少しかけたら、すぐ動く人はたくさん社会にいるんだなっていうのが、まあ、分かったりしましたね。片やでも例えばスーパーの中で声かけたいんだけども、
声をかけづらいというようなそういうパターンもあると思ったんですけども、その辺どういうふうにこれからね考えていくべきかなと思うんですけど、今日実はこの放送するにあたって、まあ、SNS でこの放送をですね表に出したんですね。今日こういう放送します、はい、そうするとまあいろいろメッセージがあったんですけども、その中の一つに、こういうお話があったんですね、まあ、こんな時は急いでる と言ってほしいと。エレベーターが混んでる時なんかは急いでると言ってください。そうするとみんな降りますから、あのおせっかいになるのか親切になるのかみんな迷ってるだけなので、一言言ってくださったらやりますよというそういう声もあったんですね。それに対して障害を持ってるこの学生あるいは皆さんから見てどう感じますかね。うん、青くん言ってみる、うん、急いでいまして、うん、例えば、うん、車椅子とかだったら階段は使えられて、うん、多分分かっているはずだが、うん、急いでますって言ったら、うん、多分自分だったら譲りまして、うん、1時間余裕がある場合に限って言えばはでですね、まあ、青くんはその譲られる側でもあったり譲る側でもあったり両方っていうことなんですよね。これは素晴らしい、面白いですね。翔之助とかどう、その実際言える、それは譲ってエレベーター開けてって言えるかどうか。自分も一応最初の時は全然言えなくて、あのだんだん乗る回数を増やしたことによってだんだん言えるように、あとは周りが気づいてくれるようになったんですけど、あの自分の場合はまあ言えるからいいんですけど、まあ言えない人も中にはいて、でそういう人ものためにもやっぱり周りが気づくことが大事なのかなっていうことも最近思ったりします、うん、今日はあの朝たまたまね沖縄県脊髄損傷者協会の中根さんが来られててね話をしてたんですけど、その時周華さんも一緒にいてね、モノレールの話になったんですよね。でその時あのモノレール結構やっぱりいっぱいで乗りにくい時に、中根さんって結構ガタイの大きいね、あのしっかりこうバンバン物言いそうなね、あの元気なおじさんなんですけども、この方もちょっと開けてっていうのはやっぱりなんかこう躊躇してしまう、入れてくださいっていうのはやっぱり自分でも言いづらいんだって話をして、周華さんなんかねどうだったそれね、うん、やっぱり私もそこに共感する部分はあって、あのやっぱり他の人も急いでるっていうのもとってもわかるので、私自身も言いづらいっていうのもあるし、目線もまた上に向かって言わないといけないので、うん、少し言いづらいなっていう部分はいつもちょっと気にかけてます。そうですよね、やっぱりこの車椅子の場合は目線が低いので上からこうみんな見下ろされてる状況で、これを上に、下から上に向かってっていうのは言いにくい。でもこのことは健常者の側は全然気づかない。だからこのことを知ったら多分もっとこの起点が効くというのかね、気が回しやすくなるのかな。こういう意味でもこういう放送も大事だし、いろいろこうね回っていくのは大事だなと思うんですけどもね、はい、うん、先生、うん、もうそろそろもう来ましたか、はい、時間がまとめに、はい、そうですよね、はい、うん、あの今日の、ね、テーマはですね、はい、まあ、バリアフリーは進んでるということで、うん、ハードとか施設の側では進んでるんやけども、うん、心のバリアフリーここにありますよね、はい、見えない壁だからバリアフリーのこの施設を作っても心の壁があって、そこをなかなかこの縮まらないという現状がある、うん、それを健常者側も障害者を持っている側も何とかしてこう縮めていくことがこれから必要なんじゃないかなという話だったと思うんですけど、最後にこの学生、障害を持っている学生4人からですね一言ずつ、まあ今日の放送振り返ってもいいし、今後どうあの社会をね新しい社会作っていこうかなということがあれば、一言ちょっと簡単に話をしていただきたいんですけども。いろいろありますが、うん、まず、うん、バリアフリーを推進していって、うんうん、それを社会に広めていきたいなと思います、うん、はい、ありがとうございます、はい、まあ、声を上げれる人はどんどん上げていって、で 上げれない人はそれに気づいてあげるっていうことが、うん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 、大事なのかなと思ったので、これからどんどん自分はバリアフリーについて推進していこうかなと思います。はい、ありがとうございます。周華さん、はい、私も、うん、人にお願いしたり頼ることもすごく
えることだけじゃなく自分からも声を上げてしっかりこの活動をもう少し頑張って広めていきたいなと思いました。はい、はい、じゃあ萌子さんですね、何かこう大きな活動をするっていうのもいいんですけど、私はそうですね、まず周りの人に実はこんなことで困ってってっていうのも勇気を出して、うん、根気強く言っていきたいなと思っています。まだまだやっぱ言いづらいこととか、うん、言えてなかったりすることもたくさんあるんですけど、聞かれたことにはなるべくちゃんと真摯に答えるようにしてますし、これからもそんな風にして少しずつこう理解してもらえるようにしていきたいと思います。はい、じゃあサポートする学生からも簡単に一言ずついただきましょうかね。はい、はい、ルミさん。そうですね、今回調査とかをしてみてやっぱり今まで気づけなかった部分気づけたっていうのがありました。今後も一緒に頑張っていきたいと思います。はい、はい、私も前期の代筆サポーターや今回このまちづくり調査隊に参加してみて、今までちょっと関心は持っていたけれど、あ、そういう部分が私と思ってるところと違うんだっていう発見があったので、そういう分かった視点を大切にして頑張っていきたいと思います。はい、まあ、今日はですね、一人の無関心が障害を持つ人の社会的排除をもたらすというようなこういうサブタイトルもあったんですね。まさにみんなで関心を持ってやっていきたいと思います。はい、ありがとうございました。あっという間の1時間でしたけれどもね、今日皆さんありがとうございました。また来月もこの場所で皆さんにお耳にかかりたいと思います。それでは皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様。なんか。